はい本日もほっとけないやっていきたいと思いますガーッツンとやっちゃっていいんだよガーッツンとさガーッツンとやっちゃっていいんだから今回はですねこの、まあ、結構ちょっと話題になったというか、えっと、岸田商売に出てる時に参加者に、えっと、茨城ロックなんですけどあの運営団体が5000円の日当を払ってたっていうのがあってこれ国光文乃さん綾乃さんかな,んかなお医者さんの方なんですけどまあこれってなんだよそんなことあっていいのかよみたいな感じで実質な交通費みんかこう、えー お偉い社長の人がいてその人たちがあの時給換算したら足を止めさせるっていうことになるから、まあ、それだけじゃ申し訳ないからみたいなとか、まあ、来てもらう、まあ、桜みたいな感じにはなってるんですよね、まあ、たくさん人がいるとやっぱ人がたくさん集まってあなんかこう、ね、集団し群衆心理を操るっていう形になるんですけどま結構国光さんってそもそも朝生まで出てたんですよ朝まで生テレビにあのあの山沿いたくさんもそうだったんです取り鉄ですよ てっちゃんで、あのー、なんですけど、こう、入っていけないところに行ってっていうのがあったじゃないですか。で、組に満さんも朝生なんですよ、朝まで生テレビで出てて、お医者さんで、まあ、いろいろ言ってるけど、何言ってんだみたいな感じで結構叩かれて、えっと、全部、神さんとかあに全部論破されてたんですけれども、またかと、あの本当に朝、これ、テレビは朝日新聞だったと思うんですけど、朝生に出た国会議員の人の不祥事多すぎないかと。<laughs> いや続きすぎじゃないですか国、まあ、今回この、まあ、選挙戦であっててもう朝生は絶対出れないですよねあのたくさんにしても国光さんにしても、まあ、実際その朝生でも、あのーまあ、山添さんの場合は、まあ、野党だったと思うんですけれども。 共産党だったかな、まあちょっと違ったすいませんけど、まあ野党だと思います。で今回自民党で出て、まあ言ってることも確かちょっとおかしかったなと思ってたんですよね。多分それを朝生までも持ってる人がいて、それで今回この国光さんが茨城七区で、ロ茨城六区ですね、六区で出て、あの首相が、岸田首相が来てる、で桜でお金ばらまいてるってなった時に、ああ朝生まで出せってたあの人ねって思った人がほとんどなんじゃないですかね。まあ。 朝の場だったら最強の片山さつきさんがいるんで五月先生がいるんでですねですけど、まあ、これに対してどうこう言うっていうのは別に僕はあのー、言うつもりは別にないんですよ。 まあ、ダメなものはダメだしで、あとはやっぱ選挙の後でこういうのが出てくるっていうのがね、なんかこう、選挙が終わってからそこ選挙違反がありましたって警察とかが、警視庁とかが調べていく形になっていくと思うんですけど、選挙が終わった後でそういうのが出てきたところでもうど、遅いっすもんね。じゃあ、それ当選向こうになるんですかって言ったら、一応法律のギリギリのところを基本的に攻めてるって形になってると思うんで、それでね、お金払ったけど、その代わり投票入れてくださいなんて、あの、言葉では言ってなくて、空気感の圧力でこう、よ しみたいな困難したら「まあ分かってるよな」みたいな空気で,おで押し潰すみたいなですねそんなもんできたりするような気がするんで。 やっぱこのね、政治と金っていうのが政治と金っていう問題はいろいろありながらも選挙期間中にも政治と金の問題があるしで選挙が終わったらいろんな形で,で問題が出てくるしでももうあなたたちが選んだのは与党だから間違いありませんよねで野党は今いろんな形で混乱してるしあの第三の勢力と言われた日本維新の会が与党の堀組み込まれて日本,の維新の日本維新の会が、えー、と自民党をちょっと変えてくれるんじゃないかという形に期待するしかないぐらいかなという,ふうに思っているんでんまた 朝生で、えっと、見れる政治家の人が1人減ったっていう形がちょっとね寂しかったなって話でした。はいということで今回はこれで終わりますそれでは失礼しますババイバイ